いや、ぶったってますね。このぶったってる壁をアイゼンと手袋で登るっていうね、結構クレイジーなクライミングをしているところですね。こんにちは、ジッペです。こんにちは、ペコマです。今週末、ウィンタークライマーズミーティングが足尾で開催されます。まずは、実家にこの子を預けて、明日出発します。はい、今回二人で参加します。行ってきまーす。行ってきまーす。はい、ということで、ウィンタークライマーズミーティングに参加してきました。で、まずウィンタークライマーズミーティングって何なのかってことをちょっとお話ししようと思うんですけれども、うん、今年で16回目になるんですが、全国の冬壁とかアルパインクライミングをやっているクライマーが集まって、まあ、親睦を深めようみたいなものですね、うん、そうですね。で、毎年ね、いろんな場所でやるんですけれども、今回は栃木県の足尾で開催されました。何人ぐらい参加してたのかな。参加者は40名以上でしたね。今回多分過去最高で40名以上の参加者が足尾に集結して、まあ、足尾の壁を登ったということですね。はい、で本当にね、その主催してくれた方が、あの現地の足尾周辺のクライマーの人はこれセッティングしてくれたんですけれども、まあ至れり尽くせりっていう感じの回でしたね、うん、夕飯とか全部用意してくれて、そういう共有のテントみたいなでっかいの張ってくれてね、夜はそこで懇親会みたいなのも行われました。ということでね、その様子を動画とかを用いて、お見せしようと思いますので、どうぞご覧ください。はい、今夜の7時過ぎぐらいですかね。パンパンに荷物を詰め込んで、ウィンタークライマーズミーティングの準備完了です。忘れ物がないといいんだけど。出発しまーす。はい、これが、足尾に到着した時の様子です。うん、赤金親水公園ですね。そうですね、ご覧のようにね、たくさんの車が止まってね、うん、全員アルパインクライマーですね、うん、結構、まあ、日本を代表するようなアルパインクライマーから若手のね、まだ学生のクライマーまでたくさん集まりましたね。パタゴニアさんがね、あの協賛してくれてて、パタゴニアビール配ってました。他にもね、あの協賛いくつかありましたね。ノースとかね、うん、結構大規模なイベントになっています。おはようございます、ペコマです。2024年1月27日朝7時頃です。今日は、足尾の赤金親水公園に来ています。ウィンタークライマーズミーティングに参加するということで来たんですけれども、とてもいい天気ですね。クライミング日和になります。雪はね、ここはほとんどないですけれども、まあ上山の方はちょっと雪ついてるという感じでね、まあどうにかこうにかウィンターコンディションという感じですかね。楽しみです。集合した後はグループごとに分かれてそれぞれクライミングを開始しました。うん、でこのグループっていうのはね、主催者側で組んでくれて、全く今まで組んだことない人と初めて組んで登るというスタイルでした。うん、で僕が組んだのは、僕が一応リーダーという形で、あと2人の合計3人で登ったんですけど、その2人っていうのはね、20歳と21とかの大学生2人だったのでね、まあ若手2人と組むという感じで、ちょっとね、僕としてもあんまりやったことない経験だって楽しかったんですけれども、うん、で登るルートもね、あの主催者側で結構決めてくれてて、あのバランスよくね、うまく配置できるようになってるんですけれども、今回僕が登ったのは、梅小笠沢っていうところの一番奥にある白鳳海ルートっていうルートに登ってきました。でその様子はね、これから、動画でお伝えしていくんですけれども、どんなルートかっていうとね、結構難しかった、うん、難しくてね、正直なかなか何フリーで抜けることはできなかった。フリーっていうのはどういう意味かっていうと、あの手足の力だけ、まあ、正確に言うとね、今回冬壁だからアイゼンとかアックスとか持ってるんだけど、フリーで登るっていうのは何かね、あのヌンチャクをつかむとか縄ばしごみたいなのを使うとか、まあ、そういうことはせずに登るっていうのがまあ一番いいスタイルなんだけど、それはできず、結構ねプロテクションっていうあのカム道具を掴んで登るっていうのの連続になっちゃってね、あんまりいいクライミングとは言えなかったけど、うん、でも結構ね、あのオーバーハングしているワイドクラックみたいなのをアイゼンアクセル登るっていうね、まあかなり難しいね、クレイジーな内容でしたね。っていうかね、でも後から一応トポを見直してみると、そこの難しいピッチはあの本来のラインからずれてたっぽい、うん、
そのピッチ以外はフリーで行けたの？ね、最終ピッチが6球っていうのがついてて、そこもフリーでは行けなかった。っていうか、そこはもう時間切れで、リードの人だけが、その最終ピッチやって、そのまま、フォローはせずに、リードした人に懸垂しながら回収してもらったので、最終ピッチもフリーでは抜けてないっていう感じですね。まあ、そこは6球ついてるので、まあ、6球相当の難しさなのかなって感じかな。白鵬会ルートは、何ピッチのルートなんですか？多分通常でやると4ピッチなんだと思う。まあ、正直ね、いくらでも切れる、いろんな切り方はあるので、で、別に残地物がそんなあるわけでもないので、お好きに切りながらお好きに登るっていう感じ。だからトータルのね、長さで言うと、結局ね、懸垂2ピッチ、ほぼ1ピッチちょいで降りてこれてるから、多分ね、80メートルとか。懸垂の完全に、なんていうのか、懸垂のロープスケールで言うと80メートルぐらい。で、実際登るルートとしては屈曲したりもするんで、まあ100とかっていうスケールなので、切り方によってはまあ2ピッチとか3ピッチとか。トポ上は4ピッチになってるっていう感じかな。まあそういうルートだったんですけれども、若者2人とね、どんな感じで登ってるかっていうのはこの後ちょっと動画をご覧ください。どうぞ。それは柳さんも、アプローチをこなして梅子沢出会い近くまで来ました。今日の東亜メンバー、三宅くんと西村くんです。まだね、二十歳そこそこの若手クライマーですけど、まあ、14は軽々登ると豪語するんで、3段で収まれば軽く登れるというクライマーなんでね、まあ僕はもうフォローに徹しようかなと思います。梅子バサは出会いから入ると、いきなりね、ちょっとフィックスロープの岩登りになります。ちょっと慎重に登っていく必要がありますね。沢はね、まだまだ凍ってはいないですね。水がじゃんじゃん流れてる状態です。梅子バサはのフィックス越えてちょっと歩くと、砂岩、右側にでかい岩が見えてきました。これがね、今回我々が登ろうとしている岩です。ちょっとまだ詳しくわかんないんでね、ちょっと取り付きまで行ってみようかなと思います。一方、右岸の方もね、岩がいっぱいありますね。あそこ左側、スカイライン近くの大角、あれが R6 滑り台ってやつですね。結構難しいです。ということで、準備して登っていきます。取り付きに着きました。やっぱね、このね、梅子さんの一番奥ですね。一番奥の壁でした。一匹目、三宅くん。頑張ろう。今、一匹目終わったところです。太陽も出てきて気持ちいいですね。はい、一匹目をトライ中の西村くんです。核心が上に見えてる、白い壁のあたりが核心だと思うんでね、その手前ぐらいまで行くんじゃないかなと思います。さあ、核心ピッチまで登ってきました。核心ピッチ、ああ、やべ、もう寒さで回んなくなった。いや、ぶったってますね。このぶったってる壁をアイゼント手袋で登るっていうね、結構クレイジーなクライミングをしているところですね。いやー、これは結構難しそうですね。こっから各地って感じ。はい、無事に、降りてきて、今取り付きに降りてきたところです。ただね、まだね、ちょっと岩登ってるパーティーもいるんでね、あのヘッド見えますかね。ちょっとあのパーティー降りてくるのを待ってから一緒に、キャンプサイトに戻っていこうと思います。はい、三宅くん、今回クライミングどうでしたか？結構良かったですよ。結構良かった。はい。何が？ああ、
まあ、ワイドチムニーが。ワイドチムニー。そうなんですよ。今回なんか結構ワイドチムニーだったんですけどね。西村くん。はい。どうでしたか？なんかこの銀河系に俺より弱いやつはいないんだけど。三段に収まってるも何でも登れる。俺より弱いやつはこの世には存在しないということが分かりました。らしいです。銀河系で一番弱いことを証明してしまうルート、恐ろしいルートでしたね。ということで、どうやら楽しかったということが伝わったと思います。はい、こんな感じでね、まあ僕の方は夜までかかっちゃったんですけれども、はい、まあ全然ね、その深刻な雰囲気は全然なくて、楽しくワイワイ言いながら、うん、登ってたっていう感じだったんですけれども、チッペの方はどんな感じでした？はい、私たちも同じ梅小葉沢の一番奥にあるルートで、ペコマたちが登ってたのの対岸。あ、そうだよね。対岸だったので、うん、こっちが登りながら向こうも見えてみたいな感じでした、ね。そう。我々もなんか苦労してるなっていうのを見えてました。あいつらなかなか進まねえな、みたいな。そうそうそう。めっちゃ遅いな。相当悪いんだろうな、みたいな話をしながらね、登ってました。こう、すぐ隣の尾根とかね、すぐ隣のフェイスとかに、いっぱい他のパーティーがいるので、声も聞こえるし、うん、見えるし、楽しいよね。面白いよね。そうだね。うん、この足尾のね、谷があんなにクライマーでいっぱいになることはなかなかないと思うんでね。なかなか面白いですね。で、私たちが行ったルートは、梅小葉尾根のモスラ城岩稜っていうところでした。で、アプローチがね、最奥なので結構時間かかりました。1時間半ぐらい。うん、僕たちが登ったのは一番奥の右側、うん、左岸側って感じで、チッペたちが一番奥の左側、右岸側っていう感じだったよね。でした。はい。うん、で、取り付きは途中までチャンピオン岩稜の取り付きと同じなんですね。で、そこからさらに浮上していくんですけど、そのチャンピオン岩稜の取り付きから、先のアプローチは、アプローチと言いつつ、ロープ出しても、いいぐらいちょっと悪いところが結構ありました。うそうだよね。僕のルートの方はアプローチは簡単ですぐ取り付けるんだけど、うん、で取り付きからそっちが登ってんの見たらさ、あそこまだロープ出さずに行くのみたいな感じの。あ、それも見えてたんだ。っていうかもう登り始めてんのかな、ロープ出して登り始めてんのかなって思ったらそうではなくて、あそこまだアプローチなんだみたいな感じのアプローチだったね。そうだから、そのアプローチをまた加工するとき、降りてくるときは、ほとんど落ちてるみたいな感じで降りてきました。クライミング自体はですね、3ピッチなんですよ。うん、でも、どのピッチも、ものすごく登り応えがあって面白かったです。で、私が一緒に行ったのは、まあ、3人パーティーだったんですけど、1人は、初めてお会いした人でした。うん、で、もう一人は、私とペコマが初めてウィンタークライマーズミーティングに参加した、10年以上前の時に、うんうん、お世話になって、で、それ以来、初めてですね、ロープ結んだ人でした。うん、まあ、夏の岩場であったりはしたけどね。そうそう、あったりはしてたけど。実際に一緒に登るのは、久しぶり、10年以上ぶりっていう感じでしたかね。ということで、なんか感慨深い感じでしたけど、その3人で登りました。で、1ピッチ目はその人がリードして、2ピッチ目は私で、3ピッチ目はその初めてお会いした方っていうふうに1ピッチずつリードできたので、それも良かったです。うんうん、全体にこうコーナークラックを登っていく感じなのかな。うんうんうん、で、ほとんど登られてないルートだそうで、結構脆いところもありましたし、なんか岩が積み重なりすぎてて、どう登っていいのかっていうところもあったし、実際これは持っていいやつかなってテスティングしたら、ポコンってかなり大きい岩が取れちゃったのもありました。ただそれリード中で、片手はもうアックスフッキングしてる状態で、両足ともバランス悪くて、で、取れちゃったん で、片手で持ち上げられない重さで、でももうそれ離したら、すぐ下にいるクライマーに当たっちゃうような感じだったので、頑張ってこう、なんとか両手開けて、持ち上げて、こう、上に置くみたいな感じで、で、そいつを触らないように登るみたいな場面もありました。まあね、日本の岩場でね、あんまり登れてないところは、どうしてもね、浮き石は多い傾向にありますね。うん、登れてないってこともあって、残地が一切なくて、うん、
全部あのオールナチプロで登れました。やっぱりクライミングの面白さっていろいろあるけれども、その初登者と同じような気持ちで、その本当に自然と自分との、まあ、戦いっていうか遊びっていうところがね、うん、あの一つの面白さの要素なので、例えばトポとかを見て、そこにもう何があるか、どこにボルトが打ったってどんなルートかって情報がいっぱいある中を登るのと、そうではなくて本当にただそこに岩があるだけで、その岩を登るっていうのだと面白さの質が全然違うよね、うんうん、で今回チップのルートはどちらかというと、何にも情報がないところを本当に自分たちの力だけで考えながら進んでいくっていう楽しみができたってことだよね。そんな感じでしたね。だから浮き石が多いとか、そういうネガティブなこともあれば、まあそれは本当に初めてそこを登る人と全く同じ気持ちで登れるっていういい面もあるっていう感じだよね、うんうんうん、最後はなんかピナクルみたいなところにポコンって出て、でもうこれでクライミング終わりかなみたいなところで終了で、このルートはその後さらにこう長い長い歩き、岩稜を歩いて、うんうん、あの上の方まで行ける、その尾根に通じてるルートなんですよね。なのでまあその途中で終わったような感じではあるんですけど、まあクライミングらしいクライミングはサンビッチで終了なの でそこで降りてきました、うん、というかむしろその先に行っちゃうと歩いてまた戻ってこなきゃいけないので、加工できるところまで登ってそこで終了したっていう感じでしたね。そうだね、うん、なんか足尾の岩場はあんまり壁っていうより、特に梅小笠は壁というよりはそれぞれの尾根があって、その尾根の稜線だったりとか、その側壁だったりがクライミングルートになってるので、上に抜けていけば結局最終的になんか頂上に着いちゃうみたいな、うん、どっかの山に登っちゃうみたいな感じで、壁の終了点があるっていう感じではないので、まあそうなっちゃうよね。でこのルートはなんか加工もどうなってるかよくわかんないような感じで、ジャンピングって言って岩に穴開けてその場でリングボルト入れるみたいな、そういう器具も一応持ってった方がいいよって言われてたんですけど、うん、結局岩にスリングをかけて最初降りて、で2回目は木があって、なので懸垂2回で下まで降りられました、うん、はい、って感じですね。まあ、2人のクライミングは初日はこんな感じでしたね、はい、で夜下山してきたら、なんかテントの中でね宴会がやって、でなんかスライドショーとかもあってね、なんか懇親会っていうのもこのウィンタークライマーズミーティングの、まあ、メインイベントの一つっていう感じでね、うん、すごい気合いの入ったイベントになってましたので、その様子はね動画でご覧ください。はい、やっとベースキャンプに戻ってきました。これから宴会です。よいしょ、お疲れ様でした。あお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。さあチッペどうでした今日は。あ、とっても面白いピッチでした。リッジ、面白いリッジでした。梅小葉尾根の、モスラジョ岩路っていうところなんですけど、なんかあんま登られてないらしいんですけど、3ピッチぐらいで上に抜けたのかな。あ、3ピッチで、うん、どのピッチもかなり登りごたえがあって、全部ナチプロで登れてすごく面白かったです。あ、いいですね、最高ですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れさーす。お疲れさーす。誰も登ってなさそうな。鈴木雄大さん、素晴らしい報告会でした。ありがとうございました。今日のクライミングはどうでしたか。今日はヤブがすごかったけど、面白い場所もありました。パキスタンと比べてどうですかね。結構パキスタンと似てますね。足尾でパキスタンの準備ができると、そういうことですね。できます。なるほど。ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、スライドショーとかあって、結局ね、チップ何時ぐらいまで起きてた？私は、日付が変わったぐらいかな。うん。
僕はね2時ぐらいまで、うん、飲んでたんだけど、それでもねまだ結構相当な人数残ってたのですごいな。まあ主にね若手がいっぱいいたね。うん、学生とかが本当に今後の将来のクライミングパートナーだったりとか、これから切磋琢磨していく仲間を見つけるっていうのも本当にこのイベントを狙いの一つなので、うん、まさにその通りになってて、若者たちが熱く語り合ってるのがねなかなかいい雰囲気でしたけどね。ちょっとねもう僕はねそこに入っていけるような実力も年齢もちょっと違うので、まあ聞きながら飲んでたっていう感じですけどね。ということなので翌日は結構ね僕は二日酔いだったし眠かったんだけど、それでもまあせっかく来たからね一応登れる範囲で登ろっかって感じで登りましたので、その様子をご覧ください。2日目の朝です。おはようございます。おはようございます。いい天気だね。今日もいい天気です。で2日目は結局ね相談した結果、幕岩っていうところに行きました。うん、どんなルートでしたかね。同志会ルートっていう、なんでしょうね、看板ルートみたいな感じなんですかね。そこのルートは今回のイベントのためにって聞いたんですけど、ペツルのピカピカのボルトで整備されていて、とっても取り付きやすいルートでした。で内容も全ピッチ面白かったよね。そうだね。3ピッチ半っていう感じなのかな。そうですね。うん、でそれぞれのピッチが結構50メートルぐらいあってね、うん、充実して、うん、内容もまあ3級とか4級とかなんだけど、まあその割には結構歯応えが感じたかな、ね、僕としては結構登り応えがありました。でフッキングもあるしね、ちょっとしたワイドっぽいのもあるし、うん、凍った草付きもちゃんとあるし、冬壁のね面白さがいっぱい詰まってるルートだったなと思います。うん、そうですね。初日に僕がやったルートはなんか難しくてね、あんまりなんていうのかな、ガシガシ登るっていう感じでもなかったんだけど、うん、2日目にやったこの同志会ルートっていうのはねちょうどいい、僕の実力にはちょうどいい緊張感と気持ちよく快適に登れるっていう、ちょうどいいぐらいのレベルでしたね。そうだね。加工の心配もないしね。そうだね、気軽に取り付けるルートかなっていう、チッペが取り付いたあんまり情報がないしボロボロの壁に初等者の気持ちで挑むっていうのとはちょっとまた逆のね、うん、もうボルトが打ってあって安心感もあって情報もいっぱいあっていろんな人が登った跡があるようなところを快適に登るっていうクライミングでしたね。うん、今回登ったのはまた3人パーティーで登ったんですけれども、今回はね主催者が勝手に組んだものではなくて、2日目はねもうイベントとからは外れてるので自分たちで、まあ、好きに登ってみたいな形だったので、もともとの知り合いの同人青鬼の仲間と一緒に登ってきました。はい、じゃあねその時の様子もちょっと動画であるのでどうぞご覧ください。現在4ピッチ目登攀中です。チッペがリード、なかなか悪そうなクラックいってますね。今日のパートナーは同人青鬼のテディさんです。さあ4ピッチ登ってだいぶ高度感も出てきました。4ピッチ目が終了しました。はい、リードナイスリードでした。ナイスフォローでした。こっから上はね、ちょっと簡単そうになるんで、今日はこっからもう懸垂で降りていこうと思います。支点がね、ちゃんと整備されてるんで、安心して降りられます。今回登った同志会ルートは正面の黒い顕著な横隔ルンゼ状です。あれをね稜線近くまで登ってきました。
はい、いかがだったでしょうか。はい、これは今回のウィンタークライマーズミーティングの様子でした。で、なんかね、ウィンタークライマーズミーティングって言うと結構もう、なんていうのかな、エキスパートの人たちが集まってやべえことばっかやっているって印象もしかしたら持っている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、うん、少なくとも今回はそんな雰囲気では全然なかったね。そうだね、うん、すごいエキスパート級の人もいっぱいいましたけど、まあ楽しくワイワイやれるような感じでしたね。うん、まあもちろんその中でも言えることはみんなモチベーションは当たり前だけどかなり高い人たちだったね。うん、本当に冬のクライミングが大好きな人たちばっかりでした。うん、私も、まあ、冬壁久しぶりで結構緊張してましたけど、やっぱり冬のクライミングって楽しいなっていうことを思い出しました。うん、そうだね。僕もね、結構冬壁あまり最近やってないですけれども、やっぱりこう、アックスとかアイゼンの前爪に乗ったり、アックスで引っ掛けながら登るっていうのはね、またやっぱ夏のクライミングとは違った面白さがあるし、なんか工夫次第みたいな面白さがあるね。うん、そうだね。アックスをぶら下げてホールディングね、普通に岩を持って登るのもあるし、ジャミングもするしね。なんか今までやってるクライミングの全部を使うっていうような感じじゃないですか。そうだね、うん、うん、やっぱり総合力を試されるっていう点ではやっぱり面白いなって今回改めて思いましたね。うんうん、はい、ということで、今回はウィンタークライマーズミーティングの様子をお伝えしました。はい、またね、いろんなクライミングの様子だったりね、山岳遊に関する情報をいろいろお伝えしていこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ今日はここまで、バイバーイ。